ャレコメカナメストーン、よろしくお願いします。シャレコメカナメ、いやーシャレコメカナメ、いやなかなかね、新宿区というのは非常に危険な街ですけれど、ただそこもね、勇敢に進んでいかなければ何も道は開けない、そういうね、イメージを持っていただければ。長いな。ごめんね。そんなんじゃないよ、チャンネルで。本当は何なんだよ。シャレコメカナメストーン。あー、じゃあ何なんだ。ちょっともう、音と街並みが、東京です、ここ。東京だ。すごい東京じゃん。今、新宿にいます。今日行いますのは、何？花にいいものを与え合おう。ねえ、あ、見えますか、後ろに。今日、ね、ルミネがあるんですよ。すごい街だよ。新宿といえばルミネじゃん。で、その花にいいものを与えようっていうのは、ちょっとですね、時期的に、ちょっと乾燥がちょっと入ってきてるわけじゃん。ちょっとね、生活の中に入ってきてる。嫌じゃない。なんで、だって笑えなくなるもんね。そう、こう、笑ったらここがピキって言っちゃうから、どうしたの？何それ？え、怖っ、どうしたの？何？いや、俺笑ってるから大丈夫だよ。あ、笑ってんだ、それ。笑えよ、レイジ。いや、お前笑って、お前こそ笑ってねえ。お前笑ってねえじゃねえから。え、なんだそれ、お前。すごいぞ、このネタね。ってならないように、そう、今から、その僕たちがいつも行ってるコスメキッチンで、自分で買うんじゃありません。うわ、相手の、その生活の感じとかを見て、ここに潤い足んねんじゃねえかとか。いいじゃない。そういうので、コスメキッチンでプレゼントをし合おうっていう。いい。非常に楽しみです。好きなのよ。すぐ行っちゃうから、コスメキッチン。で、コスメキッチンのその、撮影の許可は入ってる。うん。まあ、撮ったよね、2週。あ、え？今これでしょ。撮ってませんね。そんな、知りませんね。自分でやってくださいね。中国の人としゃべる、関西じゃなくて、まだまだですね、それは関西なんだけど、自分で撮ってくださいねは、もう中国の方になっちゃう。それじゃないんですか。黒字ないですね。じゃあ、どうすればいいんですか。自分で撮ってくださいね。それが西は。おお、最後、エンターでこう、こういうね、マークがついてる、エンターのね。いいよ、エンターのマーク、手でやってないでしょ。ということでね、ちょっとコスメキッチンに潜入していきたいと思います。シャレかな。はい、ということで買ってきました。いやまだお互い中身知らなくてさ、そうだね。で、あったね、この時間がこう、見られないように買うという。俺、で、そうやってやってたじゃん。俺もこう、わかるんだけど、え、知らないけどねっていう通り過ぎもあったからね。え、なになに、あ、なんかやってるんだぐらいの感じで通り過ぎたっていう部分もある。ロペス・ワグナー。すごいね、お前、ジャージの、この時代のジャージを着てた選手の名前だけ言うやつ。あ、そう？今の。あ、そう？あ、ちょっと待って。え、新作だった？もしかして。ロペス・ワグナーだから。あ、この、あれだよな、ちょっと背中見せてあげて。背中だから。肝心なのは、この、ファイヤーの時代は、ロペス・ワグナー。そして、キングカズがツートップだから。すーげえ。入り込みすぎてる。日本。ダダダ。日本。ダダダ。わー。あー、やった、入ったんだ。これやってたから、この間も外で。マンダラ系行った時。ということでさ。はい。じゃあ、あ、じゃあ、その、うん。ということでさ。江戸の喧嘩でね、こう。違うよ、ライブで怪我した、ここも。俺、何回ライブで怪我したら、怪我すりゃいいんだよ、俺。で、ここら辺で、だいたい顔面周りなの怪我すんの。うん。で、この間ここ切って、今回ここ。うん。大丈夫だから、でも俺が見てるから。俺が見てるから。見てるだけださ。意味ないんだよ、怪我してて、見てるだけじゃ。ごめんね。見てくれてるから。そう、見ないよりかはさ、見た方がいいだろ。あ、くせ。はい、ということで、どっちからやる？なんかね、考えた？でかそう、なんか。ね、考えた？俺のこと考えて。レイジを考えながら選びました。本当のね。トミー・レイをね。俺じゃねえじゃん。いや、レイジだろ。やめろ、俺のことヘズマリューみたいに。もう俺じゃねえってことにしようか。言うとるのは。で、ほら、来たい、ヘズマリューのモノマネ。ほら。ね。可愛くね、こう。
で、俺、まず、思ったよ、うん。これ、ラッピングって言ってさ、うん、ベージュ、ピンク、赤のリボンが選べますが、ってなったじゃん。うん、俺は、山口さんやっぱ渋いのが好きだと思ったから、うん、ベージュにしたの。ありがとう。で、赤にしたんだっていう。これはどういう意図でしょうか？やっぱ見てください。はーい。一撃でわかるね。はーい。で、青なかったね。青なかったわ。まあまあまあ。ごめんね。え、いいよ。少しずつな。ありがとうな、なんか。前を向いてさ。じゃあ、はい、じゃあ。なんかデカそうなんだもん。お前さ、ミニ買ったんじゃアルメーナ、お前、お前節約でミニ買ったんだろ、お前。アルメーナだからさ、アルメーナ。お前、アルメーナじゃん、アルゼンチンの。ちょっと見てください。えい、開けて。はい。じゃあ、開けまーす。はい、あー、嬉しいね。あ、ここもね、ちゃんと閉じてくれ。おおおなんか良さそう。何ですか、これは。オイル？はい、こちらね。え？ちゃんとチャームの、ピールケアオイルだって、はい、ちょっと待って、ちょっと嬉しいですか、ね、あのですね、化粧水とか、乳液とかは、レイジもしてんのよ。してます。結構。はい、してます。入念に。はい。でも、その間に一個、挟んでほしいなっていう。嬉しい。あのね、うん、俺正直、うん、冬になってね、うん、クリームとかも塗ろうって言って、クリーム買ってたの。うんうん、ただね、クリームをこう塗るときに、うん、摩擦が発生してはいけないんだって。なるほど。で、あ、オイルを手に広げてから、クリームをやると摩擦が発生しづらいんだって聞いたのよ。なるほど。これだー！しかもな、うん。角質美容液、角質をなくし、超スベスベになるとのこと。これさ、澄み切った夜空をイメージした香り。あ、ほんまだ。お前、俺、うん。もう人気者になれるんだよ。そうだよ。なんか俺。次元も取れんじゃない？取れないんだな、それが。嘘だろ。舐めてもらっちゃ困るよ、俺のヒゲを。泣ける。俺がガンダムのキャラだったら、そういう、そういう風に出てくるんじゃん。舐めてもらっちゃ困るよ、俺のヒゲを。なんだあいつサブの薬人気者みたいな人だムカつくアムロだな。ムカつくアムロだな。俺のことサブのくせにとか、アムロよ。そうじゃないの？そうじゃないよ。え、うん、俺さ、うん、まあ、もう。しかも、ちゃんとはちゃうもん。なんか、ニキビにも優しいみたいな。そうなんだ。イメージあるじゃん。やっぱ俺ストレス溜まるとニキビ出てきちゃうからよ。うん嬉しい。ちょこれさ、うん、まあもらったじゃない。せっかく、はいはいはい、だからさ、山口もやってみてよ。あ、すぐ二人で人気者になろうよ。どうありがとう。さあ、やってやってきたじゃない。我々は。で、ちゃんとチャームって有名だよね。うん、そうだね。俺も聞いたことあるし、うん、角質美容液なんて初めて見たわ。ちょっと試してる。俺ごめんね、うん。開ける前にお前節約したんじゃアルメーナなんて言って。まあでもアルメーナだからさ。まあな。うん。結局。いや、ありがとう。これは、大事に使わせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そして僕からは、はい。うわ、ちょっと開けてみてください。これなんかいっぱいあんのよ。はい。俺はね、結構こだわりよ。見てみて。うわどうえなんかいっぱい入ってる。そう。えまあ、これはサンプルでもらったからサンプルも使ってぜひ。これトーンってやつじゃない？多分。ベルダ。そうベルダ、ベルダだ。お、スキンフード。ヘアトニック。だからあなたね、一番何に悩まされてるかって、はい、頭皮の、はい、ニキビじゃないですか、頭皮ニキビなんです。で、このヘアトニック、これ、もう今乾燥してきてるんで、ドライヤーやった後とかに、あった頭皮用の、化粧水です。え、これ頭皮ニキビもなくなるの？なくなるでしょう。さすがベレダさん。でね、健やかな頭皮に。ほらね。嬉しくない？で、これは、スキンフードにおいては、うんこのベレダなんだけど、うん、もう、これもう万能で。大好き、俺。でしょ、うん、で、スキンフードって言ってるからね。栄養、っていうか、肌の肌飯、肌飯じゃん。肌飯じゃん。そうなのよ。で、肌に飯を与えてるのと一緒なの。肌目なんだ。そう。だからどこでも使え、全身用。で、何がこだわったって、このパッケージが、この緑ベースっていう山口さんの衣装の色にも合わせてるんでございます。ありがとうございます。怒ってるえ、何がどこいやいや、なんか、語尾が。わかんない、ちょっとどこね、だからこれを、山口さんの衣装の色で揃えたのありがとうございまーすおい、どうしたレンジ泣いてる場合じゃねえぞ。うるせえな俺たちは、同じ方向を見てな、光で進んでいかなきゃいけねえんだよ。そうなのに、うん、なんか、語尾強くなっちゃうことはないだろほらこれね、うん、超いいんだから、開けて開けてちょっと俺もこっち開けるからどうせならちょっと開けよう。かわいい。そう、で、そうなのよ。これ、部屋に置いてるだけで、格好つくから。瓶だもん。そうでしょ
この、ダメ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 、なんか、やってみ、やってみじゃ、それ今お前が考えてること。いや、違うよ。ムカつくやつ？ムカつくやつだ。泥棒。あ、泥棒が家に入ってきても、うん、こつらいけるよ。だから枕元置いといて。ビル。何が出た？うん、やべ。そうさ、やめて。まずいこと言っちゃって、ね。みんなピリつかせて、うん、やべえの上の、ガベ。ガバイ、やばいやばいで、ガベ。これね、俺、言っといてなんなんだけど、うんうん、これもっとバカでかいやつあんのよ、スキンフードって。あれアルメーナがここにいたんだけど。違うよ、肌に合うかどうかがね、うん、こういうサイズで確かめて、まあ、合ってたらビッグを買うんじゃない、こういうのって。ありがとう。ね、これ俺も使ってんのよ。あ、そうなの。うわ、これ安らぐ匂いだな。匂いもいいんだよ、うん、そうなの。これ、寝るときに、うん、寝る前、どうせお風呂入ってさ、うん、寝る前入るじゃん、うん。で、頭につけるじゃん、うん。あのね、いい匂いのまま寝るんだ。わかる。な？寝れそうと思った。だろ？うん。で、こっちは？トミネレゾーン。トミネレ、これも、トミネレ、なんかさ、うん、このもう、俺わかんないよく。わ、うん、かんないけど、うん、なんか高級感があるじゃない。そうだな。嬉しい。よく振ってから、化粧水の後、2、3滴顔になじませて、だって。やろ。ちょっと匂いだけさ、なんか夜空のさ、うん、あれから僕たちは何が欲しいんじゃこれだから。ねえ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 、俺この役嫌なんだけど、お前のそのアレンジはどうでもいいんだけど、その最後の方のアレンジはどうでもいいんだけど、はぁーとかいう役。俺にかまして。はい、かまさせはしないけど、かがせはする。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。ねえねえ、じゃあこれアレンジってはずいんだな。なんかすごい照れるわ。なんかダメだよレンジ。ごめんごめん、芸人なんか照れちゃいけないから。ということでいいんじゃない、やっぱりこういう何でもない日にプレゼントし合うっていうのが。うん、どう？ちょっとね、もう、マジ、早速今日からやってほしい。マジ、早速今日からやるわ。いいね。うん。俺もマジ、早速今日からやるわ。頼むわ。ということでね、うん、万全の頭皮、はい、または万全の夜空のような、顔になった我々を、ぜひ、今後を見てやってね、届けて。